時は室町時代、応仁元年に起こった足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱。瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込む。歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に、乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんとこぞって上洛を目論んでいた。野望をひしめく戦国の世を生き残り、新たな時代を切り開く者は果たして。なあ、信長様、本当にやんのか？ああ、来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方では乱世に飲まれるだけだからな。又沢、負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼馴染の又沢こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく五層の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を急襲したのである。信長編第一章、夜明け前、今川急襲。
俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶんどるぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒仕事。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門。バタザ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。本田平八がいる限りこっから先には行かせねえぜ。ほう、できながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おさわりだ。人質の体力立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。うつけ野郎にしてやられたか。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなかった。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。私はここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまね。無理はするな。俺を打つけとは侮ったか。ここで死んでは銃を尽くせぬ。伸び行き兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。こうとは一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。たちが押されているか。直ちに援護するぞ。敵将討ち取ったぞ。フルはなんだか。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。
敵将、討ち取ったぞ。聞かせていただこう。やはり兄上はお強い。わしと手合わせをしようもか。織田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。俺をうつけと侮ったか。私の獲物発見ね。無礼な連中ね、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。人質の身であれ、もののふの端くれ。やすやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。いける。魔をするな。壊してくれる。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがあります。ならば義元に勝てたなら、俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ事よ。しかし、座して滅びを待つくらいならば、俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う、なんと壮大な。ですが、私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならば、お前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ。この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上の槍用は万有にも見えるが、その実賞賛あればこそ仕掛けているのだ。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ。とし信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことを
そばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のマタザがいる限り、誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしい子だ。今川家の人質となるはずだった徳川家康を奪取し、信長は兵を引き上げた。家康を得て三河に楔を打ち込んだ信長は、次なる一手として北に隣接する美濃への侵攻を決断。この頃美濃では剣謀術数を駆使して成り上がった斎藤道三が旧国主を退けて支配の実権を握っていた。マムシの異名を取る道三は、信長の父信秀も攻めあぐねた難敵であった。真っ向から挑んでも勝機は薄いと判断した信長は、弟信行らと共に美濃への侵攻を試みる。美濃襲撃。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに、斎藤道三を相手に戦など無謀に過ぎます。だからこそ挑むのだ。もし道三に勝てば織田の武名は高まり、尾張一国従わぬ者はいなくなるだろう。恐れながら信長様、戦は博打じゃございません。負けた時のことも考えていただかねえと。やめよう勝家、信行兄様が反対してもダメなら、もう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。信行、権六、承知してくれるか。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって美濃にお供しましょう。信行兄様だけに苦労はかけさせない。私も美濃に行くよ。姫、またそんな無茶なことを。ま、姫も行って引っ込むお方じゃねえか。聞いたか家康、美濃に攻め入ることになったぞ。はい、先ほど私たちにも出陣の下知が。兄上のお役に立つ好機、心して望まなくては。気合い入ってるじゃねえか。信長様もお前に期待してるみてえだ。頑張れよ。半蔵、平八、出陣の支度を急いでくれ。なんだ竹千代、随分と張り切ってんだな。ああ、必ず手柄を上げて、私が一人前の者の筆あると兄上に認めていただかなくては。その意気はよし。とはいえ賞賛は五分にも満たぬ。若、くれぐれもご油断なきよう。俺のやり方見せてやろう。
美濃の蝮を退治してやろう。目指すは稲葉山城だ。全軍進め。まずは手近な砦を奪い足がかりにするぞ。稲葉山城は父上でも落とせなかった剣城。前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことのうつけか。推し量るならば今が好機。斉藤家家臣明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い。こう止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは俺が切る。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするか。まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございますぞ若。信長様を過信して命を縮めることなきよう。無礼ながら一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが妙な立つよ。織田本陣を攻撃せよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやれ。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。はいと。東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いた。手触りだ。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよ。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。敵勢は食い止めた。安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。織田信長、美濃を犯した愚行、死して悔やめ。もしも死んだら悔やんでやろう。俺は殺されても死なんがな。東西からの攻撃は免れたか。どうさめ手間をかけさせてくれる。織田ごときに勝手はさせぬ。出るぞ開門。
斎藤勢は焦って砦から出てきた。奴らを掃討し、道山の元へ攻め進むぞ。味方本陣の危機は去ったようだな。攻勢に出る攻撃、敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道山の首を取るにはまだ遠いぞ。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美よ、どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは道山ではなくあいつか。捨ておけんな。織田勢が東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。邪魔者は覗いたぞ。進め。ほう、なかなかやる。織田信長、死と興味が湧いてきた。どけどけ、俺の邪魔をするんじゃねえ。お前が信長か。評判通りうつけた面をしてやがる。イノシシ面でそう吠えるな。誰がイノシシ面だ。勘弁ならねえ。叩き潰してやる。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに、織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。彼らの力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援がやんだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。どうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。ここの武者、わしに付き合い。の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。道山様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。
開門。いずれまた戦場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずったな。動産まではもうすぐだ。来たか。お主の器、マムシの牙で測ってやるとしようか。俺も道さんを侮るほどうぬぼれてはいない。総身の力を持って打ち取れ。城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。稲葉山城を落とすには至りませんでしたが、まさかあそこまで道さんを追い詰めるとは。ああ、しかし道さんはさすがに強かったな。道さんに従う将もしかり、面白そうなやつも見たぞ。あの石頭、名は何と言ったか。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの。命を落としてもおかしくない戦だったのに。確かにこたびは際どい戦でした。あんな無茶な戦、しばらくはごめんです。そうだな、しばらくは控えるとしよう。頼みますよ、本当に。美濃より和睦の使者が参ったとか。ああ、その証として織田との縁組を申し入れてきた。道さんの娘を俺に嫁がせたいそうだ。兄様が気に入られたってことなのかな。その縁談受けるつもりなの。斎藤家との縁談がなれば当面の敵を今川に絞ることができる。私は賛成です。この話受けてやるか。破談にしては道さんに恨まれようしな。私も仲良くできるといいな。でもマムシの姫君か、すごく怖い人だったりして。それも一興。信行、話を進めておけ。承知しました。
今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。美濃での一戦を経て信長の非凡な才を見抜いた道山は尾張へ使者を派遣して和睦と縁談を持ちかけてきた。縁談の当事者は織田信長と濃姫と呼ばれる斎藤道山の娘貴重だった。織田家中には道山の突然の提案をいぶかしむ声も少なくなかったが、信長は尾張にとって有益と判断。こうして両家は不戦の盟約を結ぶこととなり、その数ヶ月後祝言のため信長は美濃へ招かれた。宴は和やかな雰囲気で進行したが、その水面下では何者かによる不穏な思惑がうごめいていた。稲葉山動乱。まったく想像し、そう言うな。祝いの席だ。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。
あの。光秀。うつけがもう一人。俺のやり方見せてやろう。祝いの席でかような狼藉を許すとは。信長殿、主道さんに代わり詫びさせてくれ。詫びなど後にしたらどうだ。見ろ、新たな狼藉者が湧いて出てきたぞ。切り抜けて屋敷の外へ出るほかなさそうだ。案内する、ついてきてくれ。良いのか。この襲撃仕組んだのはおそらく。構うものか。大事な客人に傷を負わせては美濃斎藤家の名が地に落ちる。忠義ゆえに背くか。よかろう、宴は終わりだ。任せたぞ光秀。黒のネズミ、それもまた一興。光秀、機長、生きてこの屋敷を脱するぞ。この混乱の最中でこうも不敵に得むとは。俺も力になろう。今はうつけについていくしかないようね。信長は殺しても死なん。相手が悪かったな。開門。好機だ。あの廊下から外へと抜けよう。信長殿と姫様を無事に尾張へ送り届けねば。そのために俺も倒れるわけにはいかない。一斉に放て。残念だったな。お前たちはここでしまいだ。開門。俺をうつけとは侮ったか。力及ばすか。おい、奴らを決して逃がすな。道を開けなさいと言っても無駄のような。刺客を呼び込んでいる奴がいるようだ。そいつを撃たねば機長を動けんな。我らの存在を看破できぬとは。うつけはやはりうつけのようだ。開門。伏兵を用いた攻撃か。姫様が危険だ。急ぎ状況を打開せねば。私など捨ておけばいいもの。うつけども、
想像以上にやりおるわ。行け皆の衆、奴らを必ず倒すのだ。開門。ほう、着せずして進路が開けたようだ。なら奴らを倒して進むのみ。悪運の強い奴め。だがそれもここまでよ。俺をうつけとは侮ったか。信長殿、この座敷からは先に進めない。敵将を倒したところで八方塞がりだ。そう焦るな、俺を信じろ光秀。まずは共にこの場を乗り切るぞ。お前らの相手はここまでだ。せいぜい無駄にあがくがいい。俺を見くびるなよ。この手の座敷は大抵。やはりな、からくりを見つけたぞ。開門。道が開けた。なぜこのからくりがあると。武家屋敷では珍しくもあるまい。用心深い主ならなおのことや。兄上、よくぞご無事で。ここからは私も共に参ります。中庭の敵は斎藤利光が率いています。奴を倒さねば造営は止まないでしょう。利光が、ならば俺が止めねば。本意ではあるか。やむを得ぬ。一斉にかけよ。お前、明智の家臣だろうだ。この行いが主の怒りを買うとは想像できなかったな。承知してくれ。それがしは殿のお考えを見通せぬわけなかろう。だが家中での殿のお立場を思えば、ここで家ごと義辰様に背くわけにはゆかぬ。なるほど、思慮深い家臣を持ったな光秀。綺麗のだ、平にご容赦あれ。これにてごめんつかまつる。開門。ちんたらしている暇はない。さっさとこの屋敷を抜けるぞ。おい機長、あまりほうけているなよ。うつけと見まがい、切られても知らんぞ。この状況で私を気遣うなんて、のんきなものも。かかったな。襖を閉じよう。ここで奴らを打ち果たすぞ。閉門。目障りだ。壊してくれ。俺をうつけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。開門。出口までは間もなくだ。駆け抜けるぞ。この気配、茶の間の方からか。
用心するに越したことはないか。間もなく出られそうだな。光秀、お前の助力なくならここまで来られなかっただろう。こんなことになり申し訳ない。それにまだ気を抜くわけにはいかない。吉達様のためにもここでうつけをほふらねば。気のない面だな。俺を撃ちたいのではないのか。いや、そこまででも。とはいえやらなきゃ後が怖いし、倒されてね。これだけやれば十分だよね。邪魔してごめんね、信長さん。半兵衛殿がやられただと。我々は一体どう動けばよいのだ。信長こそが天下無双よ。残念だったな、信長。お前はこの義達様がぶっ倒す。
ようやく元凶のお出ましか。祝宴を台無しにした報い壊してく受けてもらうぞ。勝利条件変更。お前のようなうつけに貴重はやるねこの美濃の力とっとと立ち去れ。貴重を言い訳に使うな。俺が目障りならば堂々と殺しに来い。つけやがるなようつけ。俺はお前を決して認めねえ。よし、ここまで来ればなんとかなろう。光秀、助力感謝する。感謝などむしろ非礼を詫びさせてほしい。斎藤家中の者として恥じるばかりだ。戻るか、光秀。共に尾張に来てもよいのだぞ。主家に背いては帰りづらかろう。いや、この身一つで逃げ出しては残された一族や家臣が咎めを受ける。それにこたびの不始末は道三様が自ら指図したわけではない。堂々と帰るまでだ。姫様、あれやかなはずの腰入れがこのような次第となり申し訳ありません。義達に伝えておきなさい。本当のうつけはあなただって。この状況に眉一つ動かさぬとは、さすが我が妻だ。ではな、光秀、いずれまた会うこともあろう。信長殿、どうぞ達者で。先の不祥事、義達の指図であったことは明白。道三殿がそれを知らぬ道理はねえと思いますがね。やはり斎藤家など信ずるに至る相手とは思えない。そのこと、兄上はどうお考えなのか。心配しなくても信長様はちゃんと考えてるってと思うぜ。どうだかな、信長様も油断してと美濃から来た奥方に寝首をかかれるんじゃねえのか。勝家、それは言い過ぎだ。言葉を慎め。すみません、失言でしたな。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。
今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。